もフットアーティスト純でございます。今日は、11月の11日サッカーの日ということで、空き家にあるハングルースさんで作品を並べさせてもらってます。ぜひ皆さんにも素敵なお店を紹介したいので行ってみましょう。フットアート TV。 ではハングルースさんに到着しましたので中に入ってきます。今日はここで作品を並べさせてもらってます。では2日間の、フットボールパーティーが終わりました。11月の10日11日と素晴らしい時間を過ごさせていただきました。たくさんの仲間たちや、フットボールを好きな人が集まっていただき感謝します。そしてハングルースさんがすごいスペシャルメニューなんかも用意してくれて本当に感謝してます。しんちゃんありがとうございました。こちらこそありがとうございましたじゅんくんね、素敵ないっぱい写真撮ってるんで、彼のこれからの活動も期待してます。ありがとうございます。また本当に美味しい海辺のいいおしゃれなカフェなので、皆さん足を運んでみてください。ではまた会いましょう。チャオ。